こんばんは。こんばんは。名前呼びます。グラス、ユキヒロ、ホーガン、ケータン。間違えた。ごめんなさい。ケイパパ、ユキング、プンポムラ、ジートゥー、カツ、ユー、ランギン、大分地、ヤマショウ、サンゴウ、マサキ、イグニール、ヒメ、ニコル、南銀、中、ヨッシー、DF、オタ、ひとり、モッサン、あちら、三つ星、慎太郎、むつみ、あ、柏餅、ありがとうございます。ミノキチ、リゾリー、ミヤ、ニコル、ヨッシー、柏餅、ありがとうございます。オッカ、チャチャ、相川さん、あつし、眉毛怪人、カブトムシのリン、グッサン、カッツ、ハラピョン、ゴン、ユキング、中丸さん、マーさん、メソタン、ナカ、眉毛怪人、六度一、キミちゃん、バショウ、ロギー、プンポムラ、ラグオ、タヌキ、かわいすぎ、ピエム、ウヨリ、なんか、ダブっちゃったね、いっぱい。眉毛怪人さん、柏餅、ありがとうございます。トモ、ムクス、ダーさん、モモベル、六度一、赤シャツ、ガシャツさん、バラ、ありがとうございます。シマクマ、ロギー、ワタワタ、カクフミ、ケンゴ、ハト、ありがとうございます。シュン、ナッツ、エビスさん、タコ、ありがとうございます。アキラくん、ケンタンチ、六度一、ユッキー、テリーエスメロン、中丸さん、よし、イビスさん、ユウさん、ハト、ありがとうございます。フルハウス、モッキー、ナムシ、シンタロウ、今日は自分のスマホ、そうです。いやでも昨日もね、自分の携帯からでした。飛ばせた、嘘、一味読んでなかったっけ、ごめんね、一味。YouTube 配信終わって、終わったらツイート、本当に嬉しい、ありがとうございます。ゆち、今日何配信？ありがとう配信？そう、今日はね、ついに私やりたかったことを配信でやるんですよ。やります。ちょっとね、時間がもう9時半っていうことで遅いので、まあ遅いって言っても私のやりたいことをね、最後の過程だけをこの配信でやるので、一瞬で終わっちゃうんですけど、多分。ひとりさん、ハート、ありがとうございます。私のやりたかったこと、何かを作るって言ってたんですよ。何だと思いますか？何を作ると思いますか？大富豪達成したい。あー、待っててね、やるよ。そう、 iPad をお父さんの入手したので、できる、大富豪配信。ガンプラ？違う、大学芋、食べ物？食べ物じゃ、食べ物よ。レイ、レイさん、レイ合ってる？柏餅、今月もありがとう。スケーも合ってる？サンバラ、フルハウスさん、バラ、ありがとうございます。いやー、みんな違うな。まあ予想つかないよね、そりゃ。ヒントもないから。じゃあやろう。何からやろう。そう、本当に今の今まで準備してたんですよ。9時半前後にするって言ってたんですけど、意外と9時半ぴったり並みにできた。そう、あのですね、お菓子を今日はたくさん使います。お菓子を 使ってお菓子を作ります。いきます。いっか、最初に
初にこの某お菓子を用意します。これでわかるかな。これを用意します。そしてこのコーヒービーツっていうお菓子を用意します。この2つをですね、チョコレートを使ってここにくっつけます。ここにこれですよ。覚えてください、この形。そう、それがくっつけたものがこれです。これです。これの方が、うん、これ綺麗だね。これです。ちょっとね、冷やしたら白くなっちゃった。そう、これです。くっつけました。キャラメルコーンとコーヒービーツ、ビーツ何ができるんだ。もう正解がいっぱいいる。そう、これをやりたかったの。あ、シャチホコ、あ、確かにそれもある。エビフライ、ありそう。もうこれはね、あれよ、3分クッキング並みのやり方です。私ごめんなさい。これですよ。これにですよ、白いホワイトチョコを絡めます、全体に。これですよ、これ、ホワイトチョコをつけます。そしたらなんと、なんかに見えてきませんか、これ。わかります、これ。あ、YouTuber みたいですね。わかります。キャタピ、一緒よ一緒よ、それよ、ほら。ちょっとね、粗い塗り方が。そうです。そしてそのまた先、反対側の先っぽにこの普通のブラウンのチョコレートを塗りました。ほらほらほら、あ、ちょっとこれ汚い。これね、意外と難しかったの。ほら、先っぽ、反対側の先っぽに茶色を塗りました。ほらじゃねえわ、ちょっと強いよ。そう、え、リアル？ありがとうございます。そう、そしてその最後の工程をここでね、やりたいんですよ、やろうと思って。そう、もう早いでしょ。あとはチョコペンで点々を描くだけです。点々を描くだけです。これお湯もっと入れた方がいいのかな。その、あ、そうだね、このチョコペンを温めてる間にですね、クッキーを砕きます。このジップロックに入れて。テントウムシ、確かにテントウムシでもね、赤くないよね。赤くなかった。でもね、これまだその土となるクッキーを砕いてないので、ちょっとここで砕けさせてください。ちゃんとクッキーも用意しましたよ。土に見えるブラウンと、あ、待って、あんまり色変わらんじゃん。いっか。そう、ちゃんと土もやったらよりリアル感が出るから潰します。でもね、潰すものがないんですよ。それを、これをどうするか、潰せるかな、自分の手で。硬いもの、ちょっと、あ、いける、このちっちゃいクッキーだから。そう、オレオがね、なかったんですよ。
ょっと指でいけるところまで潰します。これはオレオじゃないんですよ。あ、ハンマーちょっと、でもハンマーはできないな。配信外でもちょっとダメだね。もうすぐあったかくなるかな。どうだろう。あ、でもいけるいけるね。結構いい感じ。でももしかしたらっていうか、普通にこういう系嫌いな人たくさんいますよね。ごめんなさい、本当に本当にごめんなさい。私の大好きな子を作ってるんですよ今。そうなの、楽しみにしてくださった方ごめんなさい。期待外れだよね絶対。それも入り口のさやかなんですよ。好きでいてください。それほど好きなんです。作っちゃいたいくらい好きなんです。あ、え、待って待って、結構いけてない？スナしてるよ。これ砕いてる時の音嫌い？うるさい？食事中じゃなくてよかった。まあ確かに確かに。でももう9時40分だからあんまりいないかな、ご飯今食べてる方。そう、スナスナしてきた。バリバリしてる音は問題ないけど、ビジュアルが、え、ごめんね、本当にごめんね。だってこれ普通に自分で何なんか作るよりもこうやって配信で紹介しながら作った方がいいし、どうせならね。そう、何してるの？クッキーを砕いてます。そしてこれを用意しました。お皿じゃなくこれです。カップを、カップカップカップにこの砕いたクッキーを入れますね。結構サラサラになった。でもね、ちょっとね、チョコクッキーが入ってるから、あ、まあそれも土感出るね。それほど好きなの？そうよ、だってあんだけね、まあ本当に絵が上手い人からすると、私の最近描いたカブトムシがめちゃくちゃリアルっていうわけじゃないかもしれないけどね、自分なりにああやってリアルに描いて、まあ答え言っちゃうけど、カブトムシの幼虫をお菓子で作るってなった時に、そこまでリアルじゃなかった時のさよ、なんか残念じゃない？そんだけ好きなら作るなら、もうリアルにもっとしようよって。ごめんね、もう答え言っちゃった。いや、もう逆にみんな分かってたもんね。乗ってくれてありがとう、優しいみんな。ちょっともう一個砕くね、クッキー。優しいよ。リアルに振り切るの？そう、もう一個、ちょっとさっきよりは色が薄いめなクッキーを砕いてます、今。そう、これね、なんか最初ホワイトチョコをね、コーティング全体にね、コーティングした時に、なんか全然ホワイトチョコが溶けなくて心折れたんですよ。そう、私なんか心折れやすいんで、なんかやだ、ごめんなさい。で、お母さんと一緒に溶かしてやってみたら成功しました。普通のことなんだけどね。もうそれいいかな、このゴコゴコ感あってもいいよね。土感増すね、心の強度不足。本当だよね、もっとちゃんと強くならなきゃ。あ、ちょっと、
ツイッターにアップできるかな。え、できないかな。私普通にこれブログに載せようと思ったんですよ。なんかやり方っていうか工程を。ダメ？ダメかな。だからちゃんとね、そのホワイトチョコを全体にコーティングしてないものとかもう取っといてあるんですよ。ちょっとな、でかいな、クッキーが。乗せていい？いい？ありがとうございます。私のやりたかったことです。面白い？ありがとう。あの土が完成しました。ちょっとね、チョコクッキーのチョコがねあるけど、さあ次ですよ。おいしい。まだね食べてないの。次、次はチョコペンを使います。この点々をどうやってできるかな。怖いな、なんか失敗そうだな。充電器を外そう。よし、リアル、ありがとうございます。カブトムシは本物ですか？本物じゃないです。私がお菓子を使って作りましたね。ちょっとね、このチョコペンで点々を描いていきます。待って、ごめんなさい。よし、出るかなチョコペン。ええあれ、先っぽが先っぽまで使ってない。大事な大事なチョコペンが、もうちょっとこれお湯入っちゃうかな。もう切っちゃったから、もうちょいと、もうちょっと頑張って、ありがとうございます。そう、出るところまで切ったんだけど、先端の方がなんかあんまり温まってないから出ないみたい。ビシャって出ちゃうかな。あー、めちゃめちゃ硬いな。先っぽ入れちゃおう。針で続いてみた。確かに針ないからピン止めしかないな。人肌で温めよう。ちょっと難しいな。いけないかな。あ、いっぱい出ちゃった。出ました。いきます。この工程見えないけど、ちょっと、あ、慎重にいくよ。手が震えちゃう。ちょっと待って、完成したら見せますね。あー、手がめちゃくちゃ震えるよこれ。あねえ、なんでこんな手震えるの。すごい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 。くそか、私は。あちょっと待って、目が真剣。そう、真剣よ。せっかくやるからにはちょっと本当にリアルさを追求したいので、私大好きなカブトムシですよ。カブトムシじゃないけど、カブトムシの幼虫。ちょっと一個できました。どうです、見えます？あ、ちょっと溶けちゃう溶けちゃう、手で持っちゃうと。これいけました。いけました。そう、リアルよリアル。ちょっと頑張る。いきます、2匹目。あー、もうなんか
かチョコが温める、もう一回リアル、やばい、かっこ褒めてる、ありがとうございますうまいありがとうございます。後でお父さんに見せます。お父さんも喜んでくれるでしょう。そう、配信する前にお父さんにちょっとさやか面白いもの作ったから後で見せるねって言ったら、楽しみにしてるねって言ってくれたので、よしよしよし、いきます。あー、なんかチョコが全然うまく出ない、手が震えるよ。お、待って、さっきよりうまい。これあのすぐチョコが固まっちゃうからちょっとどん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 つけますすごーい、自分で作りながらすごいって言っちゃうけど、あー、手が震える、手が震えるちょっとこれいいかもしれないよ。初めてにしてはうまい方かもしれん、まあ、結構簡単な作業なのかもしれないけど、私にしては決して不器用とかじゃないよ。ちょっともう一回やってみよう。さっきのも十分うまかったが、本当にテンション上がってきた。そうよそうよ、自分の大好きな子が出来上がってくるんですもの美味しそう、本当に、やったー。トリス、あ、待って、ギフトが全然読めない、ごめんなさい。すごい、手が震えちゃう、緊張する、この作業。よし、いけ。ん？やっぱダメだ、先端がチョコが溶けてない、海のようになるね。そうよ、そう、これなんかね調べてみたら出てきたんですよ。でもまあ確かにキャラメルコーン食べた時にカブトムシの幼虫に形が似てるなと思ったんですけど、でそれで調べてみたらもっとリアルに作ってる方がいたので、これはもう私やるしかないでしょと思って今回やりました。やってます今楽しいよこれ。待って、いっぱい水が入っちゃった。よし、頑張れ頑張れ頑張れ、いける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 、頑張れあとはちょっと早く早く完成させて皆さんに見せたい。ちゃんとね土もあるので、いけ、よし頑張れいけ、いや私の前髪しか映ってないのかな、顔見えてるかな今多分お母さんは配信見てくれてる、お父さんは多分見てないかな、どうだろう、顔見えてる？よかった、なるべく上を向いておくいけ、これすぐ固まっちゃうね。よし、見えてる？よかった、調べたらよかったよねそうよ、出てる出てる、ネットはすごいよ、勝負しに行ってる。そう、カールもいける、まあ確かに確かにそれはそう。楽しい、これ私だけ楽しいのかもしれない、見てる方つまんないよね、ごめんね、思ってたのと違うよねサヤが考えたのかと思ってた、違うのよ、違った、ごめんね、確かに違うのも考えてみたい自分で
構あーなんかチョコの出てる部分が太くなっちゃった。いけよいしょあービヨンってなっちゃった。くそーあー頑張れー、いけやばい、真剣になっちゃうから無言になっちゃう、ごめんなさい。これ全部にいけるかな。なんかホワイトチョコを絡めた時に絡めるのがすごい甘いんですよ、なんか下手くそよ、ごめんなさい。ちょんちょん、そうちょんちょん、ちょっと難しいから本物のカブトムシの幼虫より点々の数が少ないかもしれないのは許してください。多分本物を飼ってる方ねいると思うし、全然似てねえじゃんと思ってもそこはちょっと許してでもこれねホワイトチョコやらなかったらだいぶ違う。あ、かわいいこれちょんちょんしてる部分これやっぱ配信しない方が良かった、どっちなんだろう。全然ないです、ちょっと難しい。そうなの、そうなの、難しいの。う , 笑っちゃう。あ、だいたいだいたい全部ちょんちょんできました。あとはちょっと数十秒この点々を乾くのを待つのみです。そうしたらお家に入れてあげますお家よ、お家、この子たちの。よいしょ、あと一匹かわいい子たちができてきましたかわいい、ハッピーターンにかわいいっていうのと同じくらいかわいい。あーまだ手が震える、まだ。おー終わった、終わりました。全匹にちょんちょんできました。ちょん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 、ちょっと乾くまで少々お待ちを、ごめんなさい。よし、おめでとう、ありがとうございます。ほら土はこれです。ほらちょっと2層になってるの、下の方が茶色いクッキー、ちょっとゴツゴツのクッキーがいっぱいある、ごめんね。ちょっと土感がリアル感できない、土のリアル感が。そうカブトムシのマットよ、マットよ、大事よ。スマホでお話し会あるのね。お話し会？お話し会？なんだ？やはり NG？ 何が？何がだ？土？そうよ。もうなんかこれだけでもなんか入ってるのって思っちゃうよね。楽しいんだな。なんかないかな。粗い土がいっぱい出ちゃう。ダメだ、戻そうなんかもっとリアル感出せるものなんかあったかな。そう急遽やりたいこれと思って買いに行ったんですよ、食料調達とした時に。ちょっとまずいよこれ。え、ダメだね、土感出ない。試そうの最後の手分け試し、ありがとうございます。こんななんか付き合ってくださってありがとうございます。そうこれをねやる前、私がやりたいことを
やるって言ってしょうもないって言わないでねって言ったんですけど、まだ誰も言ってない。よかった。しょうもなくない？しょうもなくない？平気？ちょっと作業してたから全然コメントが読めてない、ごめんなさい。チョコだよ、チョコ。これは全部美味しく私たちがいただきます。入り内島家がちょっと今ね、洗い土クッキーを取ってます。中で動いたら怖い。動かない、動かない。で、ちょっとね、粗いクッキーを取り除きました。あ、もうこれは今から見た人は土って思うかもしれない。この容器に入ってるからなおさら。あ、しょうもない、来たわまあ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 、いいよ、ありがとうございます。まあそろそろ乾いたかな、チョコペンで書いた点々。あー、乾いた乾いた、かわいい、かわいい。本物じゃないのになんでこんなにかわいいの。本物見たらなおさらかわいいのにね。さあ、これを、この子たちをお部屋に入れてあげます。ちょっと綺麗にちょんちょんできた子を入れます。この子だ。待って、部屋が暑いからどんどん溶けてきちゃう。ちょっとお部屋が一つしか作れなかったから一つです、許してください。あっ、できた、できた。チョコ、そう、できました、できました、じゃーん。カブトムシの幼虫お菓子です。できました。ちょっとね、ベゴンってなっちゃうからあんまりね見せられない。できました。あ、動いたリアルできました。ほら、どう、リアル。あ、もう斜めにできない。あとで、まあもうちょっとメール送る時間過ぎちゃうかもしれないから、今日か明日どっちかにメールでこの完成は送ります。よい、やったやった、私のやりたかったことが実現しました。皆さんお付き合いいただきありがとうございます。おいくら万円、これは値段はつきませんあれですか、プライスレスですかね楽しい、これ楽しい、これは楽しい。もっと他の生き物作ってみたいね。食べさせてください。みんなに食べさせてあげたい。あ、これカメラをこうすればいいのか。どう、見えた、どう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 、ちょっと行けました。ちょっと長く見すぎてもね、苦手な方がいるからあんまり見せません。これでちょっとね、キモいとか言われたらちょっと傷ついちゃうちょっと傷ついちゃうから心に留めておいてください。いた、終わりです。この私のやりたかったことは、ありがとうございましたいつもの配信に戻ります食べるのもったいないの。そうだよね。あ、そう、完成したから1個食べますね。残念だけど、残念っていうか普通にお菓子だからね。さあ、作った子いただきます。
美味しい美味しいです。ちょっとお水を飲ませてください。そりゃもちろん美味しいですよ。美味しいお菓子たちが合体してくれたものなので、いいですね失敗することなく配信で落とせました。竹中さん大丈夫よ、これは違う逆に味わうから。そうよ、面白い、ありがとうございます。実験成功、そうやった。あとでちゃんと片付けをしますそう、楽しかった。皆さん見守ってくださってありがとうございますもうね食べません。ちょっとこの時間なので、今1個食べたらすごくすごく甘かったので終了です。私の口へ。明日メール楽しみです。ありがとうございます。ニヤニヤ止まらん。そうよそうよ、大好きなものと戦いじゃないよ関わってるので、そりゃそりゃ嬉しい、楽しいですよ。ちょっと熱くなっちゃった、熱くなっちゃった、喉が鳴った。リモコンがないのであっちにある、我慢をしますここついてないよね、口ついてない、よかった。パパも喜びそう。え、絶対喜ぶ。たくさんちょっと写真を撮ってもらいたいですね。メールアップと引きの2種類の写真。そう、そうだね。写真、メールで絶対送ります。絶対送ります。だから、ちょっと見たくない方、もしいたら、写真の部分見ないように、ちょっと、はい。そう、この写真送るとき私メールで懸命に何にしよう、カブトムシって打つのでそれを見たら、あ、自分がこれ見れないものだなと思って、写真の部分は見ないようにしてくださいね。お菓子でもやっぱりリアルにこれ見えちゃうから苦手な方いると思うので、ごめんね閲覧中、そうよそうよ、全然私大好きよこれは。ちょっとこれ初めてにしてうまいぞ、自分で言うのもあれだけど、池作なんじゃないタイトルを閲覧中に、あー確かにモザイクかけた方がいい。でもね、逆にこれモザイクかけた方が、え、なんかめちゃくちゃリアルになっちゃって、うーってなっちゃうかもしれん。リアルということはうまくできたってこと。そうよそうよ、よかった。よし、さあこの話が終わったこ終わりました。そう、あ、そうだそうだ、勝さん今日お誕生日ですね。昨日も言ってた言ってた、コメント見たぞハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ディアカーさん。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとう。おめでとう、おめでとう。いい一年になりますように。皆さんもコメントでおめでとう、パチパチ、ありがとうございます。いいですね。口上が聞けました。ちょっとめちゃくちゃ暑いんだけど、どうしよう。冷房をかけます。これでチョコも溶けませんやっと嘘ママさん、ママも嘘を言ってくれた、ありがとう、本当だよし
よし、いいかな。オッケー、面白いねこれ。ちょっと目の前にこの幼虫があるから、その思ったことをちょっと口に出しちゃうそ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 う、また明日から、明日だよね、5月。あ、そう、喉が鳴った、ごめんなさい。明日はもう5月1日でパッションフォールのイベントが12時から始まります。そう、皆さんクラブには入れましたかね。入れました？入れなかったらちょっと作ってほしいけど、冬眠っていうグループ名とか誰かが一人でも作ってくれたら入れるからね。入りました、入れていただきました。あ、よかった、ありがとうございます。一応入って、ありがとうございます。写真はブログにも載せていただきたい。何の写真だろう、え、これこれかな、これ載せます、バッチリ載せます、バッチリ待っててください。まだ入れてません。いました、まだ入れてない方、私が入れてもらえたクラブが多分まだ入れるかな。もうまだまだ、いや、もう時間がないから、そう、入らなきゃ。ハッピー島、ハッピー島っていうクラブがあるみたいです。ハッピー島あるらしいんですちょっとそれをクラブのところに開いて検索で調べてみてほしいです。そこでクラブ加入のちょっと申請をしていただきたいです。ハッピー島あるので、あ、見てくださって、言ってくださってる、クラブ名ハッピー島、ハッピー島です。ゆっちのツイッター、そう、ゆっちもツイッターツイートしてくれたのかな、ありがとうございます、本当に嬉しいよ、本当に。一応頼んであります。あ、本当に、じゃああとは承認待ちってことが、じゃあ、ゆっちがメッセージと写真載せてくれて、そう、今さっき送ったんですよ、本当に遅れて申し訳ないです。ゆっちのツイートリツイートしてきて、 ありがとうございます。え、さっききみちゃんも応援ツイート、え、本当にありがとう、きみちゃん見てないと思うけど、とりあえず50枚の国に頑張らないと、ありがとうございます。私も少しずつやってます、レベル上げ。オーランディ東覚えました覚えました。まだレベル50代だったから、着々とレベルが上がってきてます。私は何役になるかな、明日から。まず特攻、そのカード、いいカードを引けたらいいんだけど、どうだろう、私の運が、私の運、そこで出てほしい。頑張っておくれ、ありがとうございます。うーん、名前覚えてない、覚えました星が今回出ないのでさえ応援する、ありがとうございます。大工さん、ありがとうございます。そう、ガチャ運、そうよ、ガチャ運ちょっと来てほしいな。今回大富豪の一押しガチャでも私4回引いて自分のシークレット出なかったんですよ。でもやっとダイヤが50たまったので、シークレット確定で自分のシークレットをゲットできたんですよ。ちょっとね、運が今ない、たまってきてるってことかな、たまってきてる最中だから、もしかしてパッションフォーユーで出るのかもしれない、いいカードが待ってます。カード
こんばんは、こんばんは。巨大富豪サカちゃんない？これ、え、一緒だ、一緒、よかった。え、でもさ、もう5月1日になるから新しいシーズン何になんだろう、次新しい衣装でのカードになるかな、どうなんだろう。いい感じの流れ、そう、そうなの、願ってます、ありがとうございます。私も願ってます皆さんの